西高寺のしだれ桜。西高寺に毎年春になると美しい花を咲かせる古木のしだれ桜が本堂に向かっていく参道の左側にあります。昔々どうしたことか樹齢100年のしだれ桜が花を咲かせなくなったことがありました。和尚様は今年こそは花が咲くだろうと楽しみにしていましたが、春が来ても花は咲かなかったのでがっかりしました。そして年を取ってしまったので仕方がないと思いながらも、しだれ桜を切る決心ができずにいました。ある日、和尚様は花をつけない年老いた桜を眺めて、かわいそうだが明日はお前様を切ってもらうことにするぞとしだれ桜に話しかけました。その夜、ぐっすりと眠っていた和尚様の夢に桜の精が現れて、春には再び花を咲かせますから、どうか私を切らないでくださいと悲しそうな顔でお願いするのでした。和尚様は桜の精の頼みを聞き、切るのは来年でもいいと思いました。それからは毎日、春には花を咲かせておくれとしだれ桜に話しかけておりました。和尚様がしだれ桜をよく見てみると、たくさんのつぼみをつけていました。そして春になると見事な花を枝いっぱいにつけました。和尚様には春風に枝が揺れると桜の精が嬉しそうに踊って、私を切るのを止めてくれてありがとうと言っているように見えました。和尚様がこの話を大塚尚秀という墨で書や絵を描く文人に話すと、感心して漢詩を作りました。そのわけは、西高寺のしだれ桜は木こりの斧で切り倒されることもなく100年余りの樹齢を重ねてきましたが、これも何かの因縁によるものでしょう。春風に誘われて花が咲き揃い、ほのかな香りが仏前に漂ってくる。鐘の音が境内に響き渡れば、花の精もはっと夢から覚めて花を咲かせたのでしょう。西高寺のしだれ桜は樹齢250年以上と言われています。毎年美しい花を咲かせてお参りする人々の心を和ませています。挿絵を担当したのは、野辺地の昔っ子語る会の活動を行っている野坂幸子さんです。